良い子のみんなごきげんよう。今回はグッドスマイルカンパニーの鋼ワークスロボコップを紹介していきたいと思います。ちょっと箱を歪んじゃったんだけどね。この商品結構発売されたのもだいぶ経ってまして、ただなんかなんでこのタイミングでロボコップを出すんだろうってタイミングで出たのでね、僕も全然ロボコップファンなんだけど全然チェックしてなかった商品で、買ったのは結構最近なんですけど、でもうだいぶ前といってもね、まあ1年は経ってないんですけど、まあ結構前に発売された商品なので、まあいろんな方がレビューはされてるんですけど、特に他の商品、特にネカとのね、比較とかね、だいたい大きさがどれぐらいのものなのかっていう比較とかがね、あんまりやってる方いらっしゃらなかったので、まあ、今まで出た中ではね、結構出来の良かったネカとの比較合わせてやっていきたいと思うのでね、よろしければご覧ください。ちょっと箱歪んじゃってるんですけど、パッケージはこんな感じでね、ロボコップで大体こんななってます。でね、グッドスマイルカンパニーから出たロボコップというと、ヒグマのラインで一回ロボコップ出てるんですけど、その時は結構宣材写真は良かったんですけど、何があまり良くなかったかっつうと、いや全体的にいいフィギュアだったんですけど、もうすごく唯一の欠点で、そこでなんか画流転生を描くというかね、台無しになっちゃってるっていうのがね、口の部分なんですね。口がね、その宣材写真だと割といい質感だったんですけど、実際の商品がですね、まんまそのフィグマの造形自体はいいんだけど、その他のフィグマと同じように口にね、ピッて黒い線、アニメみたいな口の線をピッて入れちゃってるせいで、なんかそこで質感を損ねてるって感じ。せっかくそのね、アーマーとか、その体とか、そのいろんな造形は結構かっこいいのに、顔の部分だけが妙にアニメっぽくて浮いちゃってるって感じ。他のアニメ作品のものならいいんですけど、実写キャラクターなんで、まあ、ロボコップアニメもありましたけど、あれはもっと別物の、作画的にもキャラクター的にも別物になっちゃってるんで、ちょっとね、実写のロボコップとしてはね、そこが残念だった。なんか口がね、妙にアニメっぽく可愛くなっちゃってたんですね。そこが嫌だった点ですね。はい。で、ここにはいろいろ、なんか、難しいことが書いてあります。裏は、こうですね。で、今回のその、鋼ワークスの、ね、ロボコップは、ボディとかに、ダイキャストパーツを使ってるっていうことで、ね、このサイズのね、手頃なサイズで、ダイキャストパーツを使った、そのね、重量感溢れるロボコップのフィギュアってなかなかなかったなと思って、今までね、僕、ロボコップの自分の中での決定版として、やっぱネカのね、フィギュアがあったんですけど、ちょっとそれを塗り替えてくれるかなと期待して、購入してみたんですけど、まあ実際どうなのかというとね、まあこの後見ていくわけなんですが、開けるとこんな感じです。ちょっとね、ここのパーツが落ちかけちゃってるんですけど、っていうのもまあ一回開けたからね。で、これ開けるとですね、本体が入ってます。ああ、ちょっとこの口の替えパーツが落ちちゃってるね。で、ダメだね。久々におもちゃレビューとかやるとね、ダメだね。ちょっとこういう風に、立てて見せるのはやめましょう。これが本体ですね。さっきも言った通り、フィグマでの不満点だった、口のパーツ、グッスマの、全体的に、狭いみたいに線がピッてなってる感じじゃなくなって、よくはなっているんですけど、やっぱりね、成型色っていうのかな、それがね、やっぱフィグマ感がすごすぎて、造形とかね、ペイントの仕事はすごくいいのに、やっぱ成型色がもうちょっと濃くないと、なんかやっぱちょっと白いよね。アニメっぽいっていうかな。うん、そこだけが不満。造形とかすごくそのね、口の表現とかすごい良くなってるのに、そこだけが不満。やっぱいつものフィグマの質感になっちゃってて、まあ、遠くから見るとそんなね、違和感ないんだけどね。何よりこのダイキャストパーツのね、質感すごくいい。やっぱこれね、プラスチックに塗装でね、この質感はなかなか難しいよね。やっぱ違うとね、重持った時にずっしりと重いんですよ、これが。ね。で、ここね、ちゃんと
油圧の、なんていうの、このパイプみたいな、ここ、こういうやつ、ピストンのやつがちゃんとね、動くし、あと何よりね、ちょっと感動したのが、感動ってほどでもね、ない、言い過ぎ、うん、褒めすぎ。よかったのはね、ここ、付け根の部分もちゃんと動くんですよね。これ、今までのフィギュアってなかったですよね。結構ね、ロボコップのフィギュアでね、どこが最初に壊れるかっていうと、ここなんですよね。足をね、ぐりぐりなんか動かしてるときに、付け根の部分が耐えられなくなり、ポキッていっちゃうっていうのが結構今までのフィギュア、いろんなところから出てるやつであったんですけど、僕が覚えてるのは、なんだっけ。青島の、スカイネットかな、青島のスカイネットから出てるロボコップのフィギュアもあったんですけど、そこはね、もう真っ先にここがボキボキ降りてったのでね、昔特撮人形劇を作っている時は、もう、しょうがないからそれをスタント用にして、結構ひどい扱いをしてしまいました。ごめんなさい。まあでも、ひどい扱いつってもね、彼のおかげで迫力のある映画撮れたんで、大変感謝しておりますけど。はい。で、これが、翻訳によってね、これ武器の名前が違うんですけど、コブラキャノンってやつ、これこうこれつけるやつ、第1作目に出てきた、あ、これちゃんと向きがありますね、差し込むにも。第1作目に登場したコブラアサリとキャノンですね。敵のでっかいロボットもね、一発でやっつけられるぐらいすごい武器です。で、これヘルメットをちょっとさっき落ちちゃったけど、ヘルメットとボディは、ダメージバージョンがくっついています。ダメージ版ね。で、口の替えパーツは歯食いしばってるやつと、これは実際つけてみないとどういう表情なのかわかんないけど、何かの表情ですね。はい。で、次はこれ、オートナインがね、2種類ついています。まあ、これはちょっと後で説明もするんですけど、まあ、実際持ってしっくりくる大きさと、まあ、足に収納するときに、きちんと収納できるよっていうバージョンですね。僕、大体こういうときはですね、別に2つもいらないかなと思っちゃうたちなんですけど、まあ、あった方がいい人にとってはあった方がいいかな。ディスプレイ用と、まあ、その実際収納するよ。で、これ、あとディスプレイスタンドですね。あと、替えの手首がいくつもついてます。セット内容から言っても、1作目の立体化ということでね、かなり銀色です。映像で見るよりもね、そこまで青くないです。ロボコップ2になるとね、まあなんか、スーツも新しく変えたみたいだし、あと、なんかそのカメラ、フィルムの影響かなんかで、ちょっと青っぽくなってるんですよね、ロボコップ2だとね。なんとね、足が開くんです。フィグマとかだとね、差し替えだったりしたんでね、結構差し替えが多いんですけどね、これなんと差し替えなしで、どうやるんだ、差し替えなしで開くんですね。お、いいですね。でん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 、ガシャ、まずここを開いて、こう開くと、しかもちょっとこの中身が盛り上がってくる、ガシャンとクインクインクイン。じゃあこれにオートナインをつけていこうじゃないですか。ディー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 、これ大きいのとちっちゃいのがあります。大きいのは入らないのかな。難しそうですね。ちっちゃいの入れましょう。ちっちゃい方を入れます。はい、カチッとカチッとはまる感じじゃないですね。ちょっとで、これをガシャッと閉じて、よし。おお、こっから見た人は何がすごいのかが全くわからない。
テン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 、生死を問わず連行する。テンテンテン、ガシャ。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 で、取り出す。で、このままだと、なんてこった。私の拳は閉じたままで、手をこれを握ることができない。そんな時のために、替えの拳があるはずだ。交換しよう。ポキッと取れて、ほぼ以上みたいになってますね。くちっとはめる。てんてんてん、てんてんてん。で、これを、はめると、くしょ。はい、大人にも、なんか虫がいたね、今。大人に持った。あー、でもやっぱ収納できるやつだとちょっとちっちゃいね。うん。ちょっと迫力不足は否めないね。ってことでやっぱ大きい方のディスプレイ用のやつで。ガチッと。うん。大人にってこんなちっちゃかったっけ？なんかもっと大きいイメージだったんだけど。うん、まあいいや、こっちは。じゃあ、収納しておこう。なくさないようにね。トントントン、クション。トントントン。トントントン、トントントン。ズズズズ。三つ連続で発射するんです。で、これ、コブラアサルトキャノンを持つこともできるんだよね。お、持つことができました。ガシャーン。おー、かっこいいかっこいい。ガシャーン。遊ばせろーって、石丸ひろやさんの声の悪役が好きでしたね。さ、こんな感じで持つこともできますと。で、替えの手首は他にもいろいろあってですね、銃を持つための手がこっちにもあります。なので、両方の手で、武器を持たせることも可能なわけです。ガシャン。皆殺しにする。あと、これですね。ちょっと外して、平手の、パッ。これはどういう時に使うのかっていうと、虫がいるよね。うん。どういう時に使うのかっていうと、ああ、やめて、撃たないで。一作目で、警察に、ジョーンズ逮捕しようとしたら、ジョーンズの罠にはめられて、警察にボコボコに撃たれるっていうシーンがあるんですけど、その時のシーンを再現するのにぴったりの手ですね。ガン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 ガーンと。めっちゃ撃たれまくるわけです。ってなるとね、やっぱ、ここは、パカッと。わかっちゃいたけど、すごい顔。ガシャ。つけて。微妙にね、個体差かもしれないけど、ここに隙間ができちゃうのが、ちょっとネックかな。で、これで、このまま外しましょう。ガシャ。それで、こっちの。ここはダイキャストでね、質感がいいんですよ、この胸のパーツが。ガシャンとつけて。ん？あ、これ磁石になってんですね。磁石でくっついてるんですね。なるほどね。で、これで、やめてくれ。撃たないでくれ。たー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 。おぉ、やめて。撃たないで。ルイス助けて。で、このパーツを外すと、こう
ちのパーツもね、外せるわけですよ。外せるわけですよ。外せるわけですよ。おう。なんかこれはこう、これはこれでこういうキャラクターっぽくないかい？ここが目でさ。で、口を、歯を食いしばってる顔。ああ、私の目が、私の顔の半分がなくなってしまった。あ、これいいね。うわ、やめてくれ。打たないでくれ。やめてくれ。加工なしで写真を撮るのはやめてくれ。さ、では、こっちのね、さっきのよくわからなかった表情、これ何なんだろう？つけてみるとわかるのかな？今回は普通の頭で。その前で。でも、これなん、どういう顔？どういう顔だ？全然わかんない。表情が読み取れない。またサイコパスなのかしら。どういう顔？ちょっと待って、説明書読んでみようぜ。警告？警告らしい。よくわかんないですね。まあいいや、これはこれで外しちゃおう。で、ロボコップといえばおなじみのあれもついてます。待って、警告っていう、これ、今これ、生死を問わず連行する、逮捕するぞ、銃を捨てろって言ってる時の、表情ってことでしょ？よくわかんなかったですね。さっきの隙間だけど、思いっきりギューってやれば、全然目立たなくはなるみたいですね。さあ、ロボコップ、この間貸した画像、ちょっとあれな画像見せてよ。どこに保存したの？大丈夫だ。私の脳内に保存してある。マジで？いつでも見放題じゃん。今見せてよ。シャキーン。ガチョン。わかったよ。お、で、針の造形。いいですね。この、どうしてこういう、未来の世界ではこういう、これは共通企画なんでしょうかね。でも、どこに行ってもこれ差し込めるんでね。まあ、みんなこれを持ってるってことですから、危ないよね。ってガショッ刺してね、もうコンピューターにアクセスするんですけど、どういうことやねんっていう。で、一応ディスプレイスタンドあるんだけど、見る？見る？言い方よね。てててててて、ガショッ。ディスプレイスタンドね、ここに差し込んで、なんかこれ自体が悪役っぽいもんな。あ、ここにパーツを収納できるのね。便利。よ。まあいいや。というわけで、ちょっと、君たち、やってもらってて。では、お待ちかね、というか、メカとの比較をしていきたいと思います。メカ。じゃーん。とりあえず、拳を普通に戻しておこうね。では、鋼ワークスとメカ、比較していきましょう。まずは造形ですね。もちろん、鋼ワークスの方は、この、胸の部分と足の部分がダイキャストになっています。足はここね、ふくらはぎの膝より下ね、がダイキャストになっています。一方こっちはね、全部軟質のプラスチックになっております。で、やっぱりその、塗装、こっちプラスチックの部分もね、硬いプラスチックなのでね、やっぱり金属感は鋼ワークスの方が出てます。こっちはね、まあ軟質なので、
かなり、まあ金属メタリックの塗装してるんですけど、金属の質感でもこっちの方が上です。で、造形なんですけど、もう完全に見て分かる通り、もうこっちは映画から出てきたような、まあ、肌の質感を除いてシルエット形であるのに対し、こちらの方はちょっとまあなんていうか、これと比べてしまうとちょっと劣るかなという感じですね。まあただね、やっぱ肌の質感がやっぱこっちのプラスチック成型色、この薄いいつものフィグマみたいな成型色なのに対し、こちら全塗装なので、塗装の質感はぶっちぎりこっちの方がいいかな。てかこの塗装をこれに施してほしかったっていう感じですね。あ、でもね、ここボディをね止めておくところのここの肩の部分の、リング状のパーツが、こっちはリング状なんですけど、こっちはね隙間が空いてない、この部分に関してはねネカの方がいいですね。では可動も見ていきましょう。ハガネワークスは、はい、ぐるっと全部回ります。ぐに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 、あ壊れちゃった、よし、あ、壊れちゃう、壊れてないですよ、そういうギャグですよ。で、こっちはね、はい、ぐりっとぐーわっと、耳に水が、背中、まあどっちもいいんですけど、ここの部分がね、こういう部分なんかちゃんと外れそうな溝が入ってる、モールドが入ってるのはね、ちょっとロボコップ3とかを見てるとちょっとニヤッとしますよね。背中のモールドとかもやっぱり鋼ワークスの方がピシッとしてるというかね、かっちりしてるよね。なんかね、やっぱり硬質のプラスチックだからね。ただ鋼ワークスね、気づいたんだけど、ここにちょっとね分割線が見えるよね。分割線がね、その角度によっては見えないんだけど、たまにちょっと角度によってはこの分割線が気になっちゃったりします。で、腕の可動はぐりっと回って、肩もこうちょっと上げたり下げたり、肩で息をするみたいなこともできるし、肘もねぐねっとこんなに90度以上曲がるようになってます。で、腕のこの肘のロール、手首もぐりっと回るし、ぐにゃ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 と、こういろんな方向に曲がりますね。一方のネカ、もうちょっと待って、ぐりっと回ります。上下には上下には上がりません。で、この開き具合はこんぐらい、開き具合はまあこんなもんですね。まあしょうがないね、この開き具合はそんなに変わらない。肘の可動は90度も曲がらないですね、ほとんど曲がらない、ちょっと表情付け程度ぐらいの可動域ですね。で、こう肘のこの横のロールはないです。で、手首は、ちょ、回る、ぐるっと回るんですが、ここは、まあ、軟質なんでね、無理やり曲げようと思うと曲げあるんですけどね。はい。で、次、お腹。胴部分の回転は、なんでここで止まります。だから、人間の可動範囲からは出ない感じですね。で、グイ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 、ここの胸の部分にも可動があるので、可動するので、で、ここのねお腹の部分が、いい感じで自然に動くようになってます。で、ネカの方はくり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 っと回って、胸の可動もあります。
ここ、まあ、この1回転する分、こっちの方が広いとも言えますが、あまりここの部分の可動に関しては差はないですね。ただ、お腹のパーツのここの動きがあるかどうかっていう、まあ、こっちの方が分割されてることで、お腹をちょっと反らすときに自然にここのパーツの隙間が開くようになってるんですけど、まあ、なくても全然平気なので、それぐらいに関しては全然、イナバウアーも同じぐらいできますね。こう、グイ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 っと曲がるし、でね、ガシャン、ガシャン、よいしょ。と、開くのはこんぐらい。で、前には、こう、やっぱちょっと癖がありますね。まあ、ただこのスーツだとしょうがないね。どうしてもやっぱり、あのソフビのゴジラみたいな足の開き方になっちゃいますね。後ろの方もこのぐらいというか、まあ大体1回転しますね。グイーッと。はい、じゃあ同じ部分ネカの方はどうかというと、まあこっちも、まあ、こっちの方が微妙に鋼ワークスのよりは開かないとはいえ、まあ予想通りというか、まあこんなもんですかね。で、やっぱり足を動かすとこうなる。こうなってきますね。この辺の可動の仕方みたいなものはほとんど一緒ですね。まあただ、鋼ワークスの方がね、ほら、中に丸いパーツが、その隙間の部分が、ネカの方はね、まああの、本当に接続部分の軸があるだけで、こういう隙間になってるんですけど、こっちは丸い感じになって、自然に人が入っているようなシルエットを、ね、保っている感じがいいですね。膝はですね、こう、まあ、90度よりちょっと過ぎるぐらい曲がりますね。まあ、ここに関してはね、まあ、こういうスーツだからそもそもこれ以上は動かない感じがしますけどね。まあ、ただね、これ動かした時に、ちゃんと、やっぱりその中に人が入ってる感、ね、ここに隙間があることでパカっておもちゃみたいに開かないって感じがいいですね。であとね、これがなんと膝がですね、こうも曲がるんです。だからこういうダンスもできます。ダンスもできます。素晴らしい。メカ膝はこんぐらい、こっちも90度、もうこれはもう綺麗にほぼ、これは完全な90度ですね。で、横には曲がらないので、ダンスは下手くそです。足首は、こう、横にも曲がるし、こう、上下にも、上下っていうのかな、前方向への可動もします。さっきも説明したけど、ここの部分のね、油圧パイプの根元から動くので、かなり自由に動かすことができます。あとつま先も動く、から細かいポーズもできますね。まあロボゴップってそんなにね激しいポーズを取らせるやつでもキャラでもないんで、まあなくてもいいけどあると便利かなって感じの部分ですね。で、ネカ、ネカの方は、こう、ちょっと油圧パイプこれ曲げた時にこのちょっと曲がるから不安になっちゃいますが、クイックイックイック、このぐらいの可動範囲です。で、横にも曲がりませんし、こっちにも曲がりません。つま先はなしです。はい、可動に関してはこんな感じです。やっぱ造形はこっちの方がいいね。まあ、でもなんかね、口の質感やっぱ、いやまあ造形的にはこっちの方がねリアルなんだけど、やっぱ口の塗装とかね、こんぐらい塗装してほしかったな、これぐらいの色にね。顔の形もね、全然今見るとネカの方が全然似てないな。ガシャンガッションっていうこの足が開くギミックがついてんだけど、ネカの方はね、これ自動的に開くんです。このスイッチでね。
これはこれでね、すごくいい。そう、これがあるからね、可愛いんだよな。で、やっぱりオートナイン、ちっちゃいよね。この、ほら、ネカと比べても、ね。まあ、ネカの方がね、微妙に背が高いとはほとんど変わらないスケールだから、そう、で、これ持たせた時もね、まあ、手がね、全然曲がらないからね。でもほら、これ、ね、やっぱこんぐらい大きくないと。これこれ、うん。どうせ大きさ変わるならもっと大きくしてくれればよかったもんね。二つ、二種類つけるなら。これ、ネカのやつ持てるんだろうか。あ、ネカのやつ持てるよ、これ。じゃあ、こっちの方がいいな。だから、ネカを持ってるお友達は、オートナインだけ、拝借しよう。じゃーん。お、おー、いい、あ、おー、そう、これですよ、これ。ね。あ、めっちゃいいじゃん。ね。返して。やーだよー。え、めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいいね。すごくいい。うん、うん。で、一応ダメージバージョンとも比較してみましょう。そう、あのダメージバージョンもね、持ってるんでね。よいしょ。あ、全然こっちのがいいね。だったらもうダメージバージョンからも拝借しちまって。そんな、服もボロボロなのに銃まで奪われるなんて。はははは。周りの服を呪いな。ほんでね。さすがにこの、無理か。手をクロスしてガーンって打つみたいな、アントニオ・バンデラスみたいなポーズを取らせたかったのに、さすがに無理か。二丁拳銃だ。ひどーい。ね、さて、で、はい、というわけで、いかがだったでしょうか、ロボコップの出来は。かなり出来がいい。と思います。造形に関してはこのサイズのフィギュアでの出来は多分一番いいと思います。そのダイキャストパーツに使って足と胸にダイキャストパーツも使っててね、めちゃめちゃ出来がいい。造形もかなりそのパッと見映画から飛び出してきたようなね。まあ本当に唯一不満があるとすれば、まず第一にここ顔の質感ですね。あとまあオートナインが小さいっていうのが不満ですけど、まあ顔はね塗れる人は塗っちゃえばいいし、あと遠くから見れば全然わかんないし、であとオートナインはねネカから拝借してくれば全然何の問題もなく解決することなんで、皆さんこの、ね、鋼ワークスのロボコップめちゃめちゃいいので、皆さんぜひこれもうこれロボコップの決定版でもいいんじゃないかな。一個今気づいたけど、ここの何のためにあるのか、これ多分パーツを固定するためのやつなんだろうけど、これネカの方がきちんとほら、単なるこっちだと丸いもの何かになっちゃってるけど、ちゃんとそのリング状になってるっていう意味ではこっちの方がいいのかな。うん。それかな。これ、ね、これ、映画3見た人はわかるけど、ここがちゃんとパーツ分割、分割っぽい造形されてるのはいいね。うん。まあ、かなり満足度の高い商品だし、なんか、このサイズのロボコップではもう本当にこれが、今のところ、決定版としていいんじゃないでしょうか。なので、ぜひ皆さん、この、鋼ワークスのロボコップ、まだ持ってない方、ぜひ、ロボコップが好きな方はぜひ買ってみてください。なんかどうも新作映画もね、一応やる予定があるみたいで、その新作映画前リブート、2014年にリブート版あったけど、あれではなくて、オリジナル版のロボコップの2
続きっていうことになっらしいのでね、それに備えてもね、こちらのロボコップぜひ持ってない方購入されてはいかがでしょうか。というわけで本当におすすめです。はい、というわけで今回はこのレビューをここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。